初日一文化ホールは、広島県初日市市にある多目的ホール、通称桜ピア。初日市市庁舎、初日一市,市民図書館、初日一美術ギャラリーからなる複合施設の一つ。初日市市庁舎建て替えに伴い整備された。設計は佐藤総合計画、施行は大林組、浅沼組、村松組、松岡組、JV、1995年1月に、 着工、1997年2月に竣工。約1100人入る、大ホール、約300人入る、小ホールに、会議室などの付帯施設からなる。コンサートオペラやバレエ、演劇などに幅広く利用されており、広島公共楽団定期演奏会、中国、子供音楽会、桜ピア新人コンクールなどが、毎年恒例の行事として行われている。 広く設定された、主舞台や十分な広さの袖舞台、花道などもあるホール。座席の前後左右の幅はとてもゆったりとしており、県内でも最大級の規模。コンサートを主目的とし、オペラやバレエ、ミュージカルの公演や演劇も行われる。木のぬくもりを生かした壁と白い天井のコントラストが、美しいシックなホール、シンプルなドン調などもある。 音楽鑑賞を主目的とし、小演劇や公演が行われる。郵便番号738-8509広島県、20日市竹平ら1丁目11番に1号。ありがとうございます。